研修医として赴任した先で再会した幼なじみの看護師。研修の日々の中、彼女をかばって右手と左足を骨折してしまう。お詫びに入院中の世話は私がするね。突然の研修を中断しての入院生活、彼女の行為に甘え、昔を思い出しながら介護をしてもらい、してほしいことがあったら言ってね。そのあなたがしたいことなら何でもするから。その介護はナースとしての職分を超え始め、私学生時代からあなたのこと